今日はいっぱいいる、いっぱいいる、なんか今日はね、懐かしい、安定のレンとグレディと、あとね、修二主任、この間バースデー終わったナンバーワン、ありがとうございます。と、あとじゃあ、タイガーなんすか、おかしくないですけど、タイガーのこの4人で、ちょっとしばらくね、ちょっとここ2人で放送した何の番組か分かんなかったので、初心に戻って人数を増やしてみました。ということで、今日はラストまでお付き合いお願いします。どうぞ。英語でなんて言うんだ。夢は英語で。わかんないです。夢なんだろうな。梅毒。何ポイズン？何ポイズン？何ポイズン？梅毒誰だよ、梅毒。梅毒誰だよ。何ポイズンだよ。梅毒誰だ？誰？じゃあ待って。挙手制、挙手制。これ本当にだって梅毒みたいな感じになっちゃう。何情報なの梅毒？あれさ、某有名にちゃんの掲示板も。あ、そうそうそう。ハミングがそういう感じで。映画のニュアンスで言ったら告白みたいな。そうですね。そうですね。あれ、アプリになってからさ、俺全く見てないんだけど。アプリになってないっすよ。アプリになってないっすよ。ホスラブ、ホフラブアプリ。言っちゃったね。言っちゃったね。面白くないホスラブ。言っちゃったね。俺最近でもなんかニュースとかは見ますけど。いや、俺シャンコのマイクとかずっと昔ホスラブ情報しか言ってなかったよ。でもホスラブで亜生って言われてるレンです。そうすると叩かなくてくんだよね、面白くない。え、でもそんな、でも最近叩かれてないですけど。なんかもっと叩かれようよ。もっと叩かれようよ。叩かれたい、叩かれたい。そうね。って言って今日炎上してますよ。すぐ出ちゃう。どうせ俺の叩きなんか、なんかあいつ何したいの、何か一緒にいるのか、デブとか汗がキモいとか、なんかもうそういうよく分かんないのばっか言ってくるんだから本当に。いや、もう愚痴じゃないですか。もっとさ、俺に枕されたとかさ、ああ騙されたとかさ、なんかそういうの欲しい。俺もそういう、ね、そう俺性病になったことないですから本当に。お前そういうこと言うから多分また炎上する。わかるかな。梅毒やろうぜとか言ってたら絶対もう飽きて言ってこないわけよ。そう。でもやっぱムキになっちゃうじゃないですか、やっぱそういうの。いやいや、グレディ髪切ったほらもう。話変えられちゃったから。髪切ったの。髪切りましたね。はい、終わり。プロレスラーみたいな服、私服ですか？お前か。俺ですよね、これも。せっかくさ、大河とさ、修二君来てるからさ、そっちの話題しよう、話題。そうですね。この辺になんかみんな話を振って、うん、ほらプロレスラーって、うん、もうやっぱりお前箱に入るべきだよ。また左に違和感って書かれるけど、またパンドラパンドラ。今日はあ、もこもこさん、安定のもこもこさん、タイガーイケメンだって。あ、ありがとう、ありがとうございます。どういたしまして。もこもこさんじゃないですよ。もこもこさんじゃないですよ。今日は入ってないんだね。なんか今日入ってろって言ったんですけど、この人、このこいつなんか嫌がるんですよ。もう入りたくないって。いや、あれ本当に息苦しいんだからね。今から入ろう。うん、今から入るの。お風呂みたいなんです。なんで、なんで、なんで。入ろうよ。入ろうよ。入りましょう。見たことないもん。先週見て、ちょっと出ちゃう。ちょっと出ちゃう。のぞいちょっと太ったからちょっと出ちゃう。あ、そう、体硬いから結局出ちゃう。タイガさんはなんでそんなにイケメンなんですか。おぉ、グイグイ来てる、グイグイ。危ねえ危ねえ。これ何すかこれ。あ、初見なので自己紹介。僕がレンです。レンです。で、はい、僕がグレディです。僕がタイガーです。じゃあ僕がバイトクです。ダメ、ここで持ってきたらなんか、はい、逆に拾いづらいよ。グレディは何でそのプロレスラーなの。いや、関係ないでしょ。俺がプロレスしたところ見て。じゃあ次拾う、足春出ないの。早いな。本人に LINE してあげてください、足春さんに。はい、出てください。年々ボスは生きてますか。
ボス連絡取れないからよくわかんないっす。それも生存確認できてないっす。できませんね。さそうと思ったんですけどね。じゃあ自己紹介お願いします。もうもうしちゃった。あれあのあそっかあれ2段になってるのか。俺のが多いのか。あそっか1233個。レン、グレディ、シュージ、シュニュー、タイガです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 。どれくらい連絡取れてないの。どれくらいだろうな。もう3年ぐらいかな。じゃあどうやって連絡どうやって来たんですか。ゲス。じゃあ昨日会って月曜日の俺の電話は出ない。そういうのそういうの好きです。多分ニコナイト行こうよって誘われるのが目に見えてるから。出ないように月曜日の電話は多分あんま出ない。夜になると電話来る。あのね、もともとボスはあの、はい、メディア NG なんですよ。そうです。謎にでも結構出てましたよね。うん、結構連チャンで出るときは、ね、そうそう出るときはね、新宿に用事があるときとか都内に用事があるときとかは出るから、うん、いつも誘い方は買い物行こうっていう。ここで攻略法言うの。そうそう、ここ来る前に買い物行こうって言って買い物からの心の流れは来るんだけど、はい、最初に出よって言うとうニコライトを出に新宿来よって言うと来ない。これ多分、うん、よ出ることないんだろうな。もう使えないですよね。ちょっとさ、修二君にもっと話し振ろうよ。そうリスナーたちだね。大河さん好きになりそうだってよ。ああ、バイトでもいいですか。ほら、寒い。俺それ拾わなきゃダメ。もうそれが得意じゃん。今もう回っちゃってるもん。もうめっちゃポイズン。めっちゃポイズンってなんですか。シュウジ君もうなんか名前いじりとかなっちゃってる。エンさんにこの間出てるの多いね。はい、そうなんですよ。いやでもたまにだから4回ぐらいしか休んでないぐらい。休んでない。そんぐらいしか出てない。なんか、あ、いやいや違うよ、もっとあったよ。謎の1ヶ月だったから。あ、そうそうそう。暗黒の。シュージは何できるのさ。ちょっと言い方が面白い、これ。すごい。怒られてるよね、ちょっと。なんかちょっと爪気味だよ。シュージは何できるのさ。何できるの。横浜銀杯町だもん。またクラウケイトのコラボ見てみたい。あ、今度またしますよ。あの、来月ぐらいに。はい。前のほら、ドラフトの時の企画でダンスの企画撮って、はい、なんか、何人かをベロベロになって放送するみたいな。1時間ですか。ただ、俺と翔也は入ってるってところがちょっと、厳しいところなんだけど。出勤しないでください。ベロベロになったら出勤しないでください。足晴れ来ないの。すごいな、足晴れ推し。しかも、吉晴じゃねえんだよ。現地には返させましょう。でも、足晴れさんはだって、ほら、修二君のマブダチだから。そうですね、うん、どうなんですか。かわいい、かわいい、かわいい、ちょっとそうだね。この辺ちょっと足張ろうし、ちょっとお願い、お願い。すごくいい子だと思います。はい、ポスト足張る。ポスト足張る。あ、ほら、修二さんがバロンの中で一番イケメンだって。ありがとうございます。はい、来ました。タイガは何できるのさ。来ちゃいましたね、来ちゃいました。いいな。事件、シュージさんはグレディの天狗についてどう思いますか。どんな質問ですかそれ。いやもうね、リスナーもみんなこいつが最近天狗なことに気づいてるから。もう結構3回ぐらい経ってね、お前の天狗について結構話したんだけど、はい、だから俺はもう絶対拾わなくしてやろうと思った。なんでそれ拾わないの。やっぱ自分でも分かってんの、天狗なの。ここまで天狗だよ。もうそろそろコマーシャルじゃないこれ。いや、まだもうそろそろコマーシャルなんじゃない。シュージさん火ついてきたから、もうそろそろコマーシャルなんじゃないこれ。違う、めっちゃ天狗なんだよ、本当に。あれはしたくない、これはしたくないとか、うん、めっちゃ言うの。なんかもの頼むとしたら、それ、別の人に頼むんだよね、しかも。それ多分シュージ君だ。火ついてくる。うん、この前、こっちが事件やってみたいだけど、大丈夫。何の事件。そう、これすごい。何の事件。何事件。シュージさん起こしたっしょ。俺かな。嘘。こっち。タイガーの場合とか治りませんよ。シュージさん笑顔が素敵。あ、じゃあ後でスクショタイムしますよ。お、はい、グレディが手本を見せて。何の手本。いやこれ笑顔の手本。これはグレディ一発芸はよって天狗やろ早く。もう一緒の人だ。連射連射。お前に対して何らかの恨みを持ってるか、お前の強烈なファンかって。うん。でもグレディ何ができるのか手本見せなきゃ。なんかやってよ。出たよ、そういうもん。なんかやってよ。雑。なんかやって。雑。
すんだけ。分かった、じゃあ俺がなんか物をあげるから。俺が説明の時持ってきたぞ。テルジは熊谷だよ、越谷じゃない。はい、じゃあそんなところで、ありますありますCM や行く前にグレディのまだ CM すら出てきてない。3、2、1。だはよはよ、鬼に目つぶしからの主任が OK って言われ。そう、早く言ってくんねえから。早よ。あそこ、この人ダメだ。ダメしてるから。してるからダメだよ。はい、ちょっとグレディワイプ行き。ワイプやだ。ワイプやだ。ワイプやだ。俺。リスナーさんみんなに聞こうか。行こう。ワイプ送りってどういうことや。だってこの格好しててこいつ面白いだろうなっていうのを匂わせてリスナーさんに、なのに何もできないって。もうそれワイプだよね。音声いらないでしょ。雑でしょ。うん、ワイプでしょ。でもその後にこれはダメでしょ。ワイプでクーフー師匠と二人でずっとイチャイチャしてればいいよ。クーフー師匠いないっすよ。あそこいないか。今日いないっすよ。やったじゃん、ワイプ独占じゃん。いやいや別に独占いらないっすよ。来た。で、グレディはワイプ行きで、タイガーは決め顔。ワイプ行って。いや、ワイプ送り指名。ワイプ送り指名とかいい。ほら、テッドさんが本当にワイプやるのやるのっていう感じだから今。本当に。ほら、ワイプ送り指名だって。じゃあ、タイガの決め顔行っちゃう？タイガの決め顔行きたい人。あれ、リスナーさんの反応がないな。いや、今、打ち込んでる。打ち込んでる。ほら、タイガの決め顔をすごい振ってるのに、グレディワイプ希望って来てるから。ちょっと、この人、ひどない？モコモコさんだよ。モコモコさん、レギュラーだから。モコモコさん、俺よりレギュラーだから。モコモコさん。そうですね。暗黒の1ヶ月だったから。いって、じゃあ、じゃあタイガーの決め顔。でもその後グレディワイプ希望って書いてある。で、その後に見た。ワイプ行かなかったらもうそこに立ってるあれだよ。なんか両方やればいい。特番の黒みたいな感じだよ。特番の黒みたいな扱いだよ。正面パシャパシャってる。じゃあとりあえずタイガーの決め顔やろう。うん。うん。こっちおいで。いや、アップできる、アップ消えちゃったよ、足。はい、舞台は決め顔、あのカメラね。顔でかいじゃん。顔でかいじゃん。これひどいっすよ。顔でかいな。だってもう、顎に習字が乗っちゃってる。名前の習字とか顎に乗っちゃってる。そうですね。決め顔しよう。じゃあちょっとウィンクしますね。ウィンクしますね。ウィンクしますね。はい。ちょっと出ちゃった。チンコ出すなよ、クラフ。3、2、アンダー。早いな。はい、はい、はい、すいませんでした。はい。より、いや、ちょっと変な汗が半端じゃない。早い、ほら、早いって。おもうずっとさ、はい、ウィンクしてよ。固めつぶれてるって。ままま早く、まあ、ワイプ行ってよ。いや、もう、ここのスタジオワイプっていう機能ないですよ、実は。あるよ、ある。いやいや、ないです、実は。ほら、俺が CM 行く行く詐欺したみたいになってるじゃん。シュージさん、癒し系。タイガさん、クラブ系の剣心。ああ、この前言われたんですよ。あ、似てる似てる。はい、あ、どこだろう。K の。いやいやいや。CM どうぞ。じゃあ、さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブでは
ホストになりたいという日本人の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょ、ナイトチューブ。試した人から面白い。グレディさんは来てるよねマイクになりましたもっと詰めた方がいい。あ、これクラウド合体できるんじゃないこれ。顔映んない。ホストに見えないんだけど。嘘、マジか。ほら、でもシビテ君が一番ホストっぽいから。そうです。でもレイさん、おー、ワイプめっちゃ移動してる。ワイプめっちゃ移動してる。じゃあクラハ君が、グレディがちょワイプになったんで、はい、改めて3人で。え、これ声入ってんすか。うるさい。声入ってます。うるさい。よしよし、グレディうるさい。え、コメント見えないからさ。ワイプになったので改めて3人でバロの正直しんどい始めます。はいはい、やっと始まりましたね。始まりました。最初から始まってるわ。グレディは多分あのワイプで自分の後頭部しか映ってないの分かってない。後頭部じゃないっすけど。あれ後頭部、後頭部、後頭部、後頭部。ああ、後頭部。これスタジオ、スタジオです。はい、ワイプ行かされた現場のグレさん、レンレン、どうも。でもさ、グレディ、慰謝料払ってみんなで。おお、いいじゃん、いいじゃん。すごいぴったり。現場のグレディさん、うーす。もうさ、グレディのワイプとタイガー山っていうのをずっとなんかサンドイッチスタイルなんだけど、無限ループみたいな。おー、レンレンって久しぶりにレンレンって書かれたな、ありがとう。ちょっとなかなかね、これちゃんとコメントも見れるっつね。でもニコのまま俺が見ちゃってる。シュージ君がクールすぎる件について。おコメントしようかな。どうしましょうか。いや、すごい今日なんかね、草めっちゃ生えてるの。めっちゃ生えてます。うん、生えてるね。そうね。だってさ、怖いもんね、右上のワイプが。うん。やばすん、レンレン、かわいい。やった、ありがとう。グレディさん。うん。よし。じゃあ、シュウジ君、イケメン、イケメン、イケメンっていうコメントが飛び交うように、シュウジ君のアップでもいく？よし。せっかくだし行きましょう。じゃあ俺もウィンクしようかな。あの、じゃあ、いやー、そう、ずるくないっすか。あ、ワイプラドアップいけないっすか。あ、むずい。じゃあ、じゃあ大丈夫です。ラスト30秒ぐらいでやろう。はい、うん、アフリカからの衛星中継、ね、シュウジさんの笑顔がすごい。今あいつちょっと、はい、あのワイプから抜けれると思ったでしょ今。あれ、ちなみにワイプが、あれワイプがあのなくなったらお前も戻っ、とりあえず戻ってくることはないからね。いや、ワイプのアップって俺がここに近づきゃいいわけじゃないですか。ジャングル、シュウジさん喋ろうよってモコモコさんが言ってる。ちょっとモコモコさんに一言言ってあげて、シュウジさん。いや、普段もっと喋るよ。普段は。どんなこと喋るの？どんなこと喋るの、まあ、いっぱい何でも喋れますね。あ、でも、はい、うちで多分、シュウジ君かユウシンが一番優しい。そうです。うん。そうだね。よいしょ。うん。結構従業員に対してまんべんなくね。ジャンボ。だからシュウジ君の優しさはだいたいグレディには伝わらない。だってあいつの声って入ってないし。入ってる。入ってるじゃないですか。入ってるのか。え、リスナーさん入るようにでっかい声で喋ってみようかなって。いやでもほらコメントしてハテナなってるから多分入ってないんじゃない。はい、うん。だあいつでもさ、グレディ。あのワイプでサイレントで何もできないところがちょっとなんか持ってないよね。あ、クレディどうでもいいからシュウジさん、レンレン、タイガ君いっぱい喋って。はーい、はーい、はーい。まあね、でもまあ、うるさい。レンレン来たよ、仕事中だ。あ、ありがとう。お疲れ、お疲れ。そう、リアルタイムさっきランチだ。そう、でももう一回さ、ほらバースデーラッシュが終わったから。そうですね、お店がね、じゃあ8月まで、ちょっといっぱいまではずっとバースデーが毎週続いてたんで、あ、そう、はい、なかなかみんなね、あの放送とかも来れなかったので、はい、一番優しいのはシハル、タイガー、レン、シュウジさんやろう。
あざっす。おでも足洗い足洗い足洗い違うその気になるの優しさが気になる、はい、うん、うん、なるほどね。ワイプってグレさんいじめられてんの。いやなんか、いじめられてないよ、これは。グレさん目立ちたがるわけに何もしないんでワイプに飛ばしていました。そうっす、はい、だから俺なんか一人なんだよね。グレディのワイプでたまに修二さんの顔が消える。泣きそう。泣け泣け泣け。そのワイプですらもどうだったでも修二君あれバースで。いや楽しかったですね。あめちゃくちゃありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまで。いやいやいや小さく。いやうるさい。絶対ダメです。うるさい。今俺を言ってんのうるさい。し俺もコメント今でもうちの店はね今主任フィーバーになってるんで皆さんもぜひぜひフィーバーしてる。主任にめっちゃフィーバーしてる。うるせえよ。伝えてください。ぜひぜひ。でもまた来た。シュージは何ができるの？言ってあげて。何ができるの？言ってあげてよ。もう話が終わんなくなっちゃうから。何ができるのか。何をしてほしいの？なんで囁いた？カメラに。今ださっきのキメ顔と、そう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 、キメ顔とのコラボ。ワイプちっちゃくなった。え、ちっちゃ。やった。ちっちゃ。ちょうどいい。ちっちゃいちっちゃい。でもね、バロンもね。めっちゃちっちゃいじゃん、それ。ちょっとあのさ、グレディ君ちょっとあのうるさいってリスナーさんも言ってるからちょっと、うん、サイレントで面白くやってたよ。で面白かったら大きくしていくわ。そう、うん、最初でも分かんない。え、うち初めてじゃないワイプ使うの。いや前もね、前使ってました。使ってた。うん、あと前クラブ直樹のみんな出てくれた時にあのクラハとサツキ君がワイプで抱き合うっていう。え、俺めっちゃちっちゃくない？あの時やったよね。見てくれてる人いるんだ。でも結構懐かしいですよ。懐かしい懐かしい。グレディちょうどいいって。え、もうちょっと、もうちょっと下に行きません？え、ちょっと正直しんどい。正直でだいぶあのなっちゃってるからもうちょっとだけ下げません？え、修二君的にはおすすめの従業員は誰だ？下の子で。大きさはまあいいから。そうだね、タイガがいるのに聞くところで。そうだね。まあでも俺のおすすめはやっぱね、足張る。足張る。足張ると、シュージ君の回やろうか。いけんの？あ、それ面白いな。面白いね。それ面白いな。じゃあ、なんけな、2人選ぶとしたら、リスナーさん、誰と誰のペアが見たい？あー、それ聞きたいっすね。ほら、まあでも見たことある人、ない人いると思うけど。あ、お、ちょっと、画面下がって。来ないかな？グレディ。ピン。グレディのピン放送。グレディのピン放送。やばすぎ。2回ぐらいやりましたよ。やばすぎ。しかも同じ人は入ってる。同じ人だね。もう、あいつのワイプの会話バー来てるからね、今。はい、はい、はい。シーさん、手振ってって。アイムだ。ワイプも手振ってまーす。でも俺、アイムが出てんの見たことないんだよね。2回出たんだよね。1回。え、1、2回。アイム、ほら、一緒に、あの、カリスマのマサトが。出た時に一緒に出て、はい、それ以外あんまないな。俺が入院してる時に出てました。タイガ君とクラちゃん。いやでもここは一回ありますからね。おえ、ちょっといい子じゃんこれ。タイガとクラハとさ、二人とも寮生なんですけど、だからあんま新鮮さがないんだよね。あ、まあ、これとこれのペアが見たいが新鮮な感じ。あ、でもそれだと俺らしか分かんないか。え、ちょっとこの子いいじゃん。優しいじゃん。ユーシンとシュージ…あ、いい線、いい線、いいですね。いい線ってる。面白そうだな。あ、そっか、店長はまだ1回しかやりたくないんだよね。そうですね。うん、出てくれっかな。本命出たがらないよね。うん、なんか、メディア MC 多いよね。うちね、やって、ちっちゃいやつ。まあ、あとね、やっぱりね、大変なんですよ、多分、みんな。俺みたく暇人じゃないから。うん、俺も含めてね。そう、来るのが大変なんだよね、埼玉から。そうなんですよ、はい。まあ、楽しいけどね。うん、楽しいね。大抵俺帰らないからね。そうだね、埼玉に。月曜になるとまた来ないのかなって。行きたいんだけどね。まだ大きくならない、なんかエッチだもん。大きくしてくんないんだよ。見てみたい。でも、ユーシンと週次放送ってなんかすげー。普通に面白そうっすけど。うん、やってみれば。何してもいいかい。何してもいいかい。別に鍋やってもいいし、何してもいいし。うん、週次さん、グレディの代わりに毎週出て。
じゃあシュウさん、この服、この服やだよ、受け継ぐ、やだよ、絶対やだよ、シュウリー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 、俺のさ、次か俺と同じぐらいさ、クラハ出てるじゃん、はい、一向に会話がうまくならないの、クラハが、クラハが、そうなんだよね、だって MC 向きじゃないんだよね、俺かといってガヤが滑るじゃん、だから多分うるさいって言われちゃうんだよね、あと声がうるさいってのは、声がうるさい、うん、え、でも一回それは仕方ないじゃん、一人出た時ありましたよ、ああ、一人出した出した、なんか何もまとまらずに終わった、まあ、まとめないからね、小島だよが言えない小島みたいな感じわかるわかる、これグレディ成長した、ちょっと成長した、うん、これはあの、ね、ちゃんとちゃんとちゃんとテッドさんにお礼言って、おはようございます、ちっちゃくなりますよ、あざめーちっちゃくなりますよ、そんなこと言ってる、シュウジ君がさ、これを言ったら LINE が来るだろう、一言ちょっと、あ、欲しい欲しい、タイガーから行こうよ、ちょっとね、タイガーから行こうよ、それが一言じゃないですよね、 LINE が来るだろう、 LINE が来るだろう、うん、リスナーさんが LINE したくなっちゃう、一言、うるは誰や、俺クラハや、あ、めっちゃちっちゃくなっちゃったじゃん、それはダメだろ、でもお酒が好きな人はちょっと指名してもらいたいです、本当に、まあ僕もお酒好きなんでそれでいいのね、それでいいのね、それでいいですよ、じゃあシュウジ君行こう、いやいや、クラハが好きな人に示されたいよね、どういうこと、あ、でもそれは分かる、はい、それは分かる、どういう、あの基本クラハをずっと、うん、いじり倒してればいい感じになるよね、そう、すごく楽っていう、こういうの言うと手抜き接客すると思われるよありがとう、ちゃんと言わないからだよ、あ、そうだね、クラハは言えないからね、そうそうそう、じゃあ、簡単に言うとバロンの一番スタンダードな遊び方はね、クラハをヘルプにつけてどんだけいじってみんなで楽しめるかって誰がいいいじりをできるかっていうところから入り口にしてっての話だからね、あ、それスタートなんだ、それ だ3回ぐらいで飽きんだよね初回終わってのボトル入れての次の回ちょっとビール入れようかなぐらいで飽きるんだよね、そうそうそう、でちょっと慣れてくるとこうクラハつまんないとかお酒飲めないからタイガ君指名できないから修二さん指名する、まあ正論っすよ、じゃあ修二さん、まあ正論ですからね、あ、うん、じゃあ残り10秒ってことなので今日もちょっとまったりとほっこり放送をさせていただきました、まあ、こうやって従業員の方をどんどん出していきたいと思いますので、皆さんは今後はいろんなこちらの見ていただいて、従業員これ出したいあれ出したい、はい、はい、リクエストお願いします、今日はラストまでありがとうございました、よっしゃよっしゃ、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。